キャバリアはイギリス海軍の駆逐艦。CA 級。艦名のキャバリアは騎士や騎士党員などを意味する名詞であり、本艦はイギリス海軍においてキャバリアの名を持つ初めての艦であった。キャバリアは現在、チャタム交渉で博物艦船として保存されており、第二次世界大戦に参加したイギリス海軍駆逐艦でイギリス国内に現存している唯一の艦である。 また、口述する戦後のエピソードから、ファステストシップ・オブ・ザ・フリートや、ザ・ファステスト・オブ・ザ・グレイ・ハウンズのあだ名を得た。キャバリアは、イースト・カウズのジェイ・サミュエール・ホワイト社で1943年3月28日に、気候、1944年4月7日、浸水、1944年11月22日に、艦長ドナルド・テリー・マクバーネット少佐の指揮の下で、収益した。 1944年のキャバリア。連勢訓練を終えた1945年2月、キャバリアは、本国艦隊第六駆逐艦船隊に配属され、ノルウェー沖でのいくつかの作戦に参加した。2月11日に、ノルウェー沖への機雷投下と、艦艇攻撃を行う護衛空母プレミアとパンチャーを、護衛。2月22日には、カーム海峡への機雷投下と、 第10爽快戦隊のノルウェー沖への展開を護衛した後、コラワンから来たエン素戦団 RA64 戦団を護衛しながらスカパフローへ戻った。この護衛任務はキャバリアの戦歴で特に有名な出来事である。駆逐艦、ミングスト、スコーピオンと共に戦団を護衛中だったキャバリアは敵機というボートの襲撃、そして激しい嵐に襲われた。 だがキャバリアら護衛艦艇は船団を再編成し、34隻の船団からわずかに3隻の犠牲を出したのみで残りを無事にイギリスへ到着させた。この功績によりキャバリアは戦闘名誉賞を授けられた。5月、キャバリアは海峡北西口で兵員輸送船を護衛するとともにドイツの降伏に伴って投降した U ボートの捜索に従事した。その後キャバリアは 極東に派遣されて、東インド艦隊に加入することになり、スカッパフローで準備訓練を実施する。しかし、5月7日の来撃訓練中に、船体の両艦が発射した訓練用魚雷がキャバリアの艦尾部に命中し、推薦下に大きな損傷を受けた。キャバリアの左減スクリューと推進軸指示下が使い物にならなくなり、右減スクリューも損傷した。 航行不能になったキャバリアは、スカパフローへ栄光された後、ロサイスで8月下旬まで修理を受けた。修理中に日本の降伏を迎えたが、極東配備は継続されジブラルタルを経由して、トリンコマリーへ向かうためキャバリアは8月30日にサウスシールズを出港した。極東到着後の1945年10月、キャバリアはインドネシア独立戦争で、 英委軍第五インド不評師団のスラバヤ上陸を砲撃で援護し、1946年2月にはボンベイで発生した王室インド海軍反乱鎮圧を駆逐艦ペタードと共に支援した。4月にシンガポールへ戻ったキャバリアは香港へ中国人を移送すると共に、以降1年間にわたってイギリス太平洋艦隊での活動を続けた。この期間中、キャバリアは イギリス本国へ送還される戦病兵の輸送、オランダ領東、インドでの再度の支援活動、アメリカに返還されるためフィリピンのスービック湾へ向かう、レンドリースの総海底の護衛などが含まれる。1946年5月に、キャバリアは退役し、ポーツマスで予備役に置かれた。1957年、現役復帰したキャバリアは、 巨雷発射艦の撤去やスキット対戦迫撃砲の装備といった近代化改装を行う。改装完了後キャバリアは再び極東に配備され、シンガポールで第8区逐艦,艦船隊に配備された。1962年12月にはインドネシア・マレーシア紛争に伴い、イギリス陸軍クイーンズオームオハイランダーズ連隊の180名と、 装備をシンガポールからブルネイへ輸送する。部隊を上陸させた後も、キャバリアは後退の艦艇が到着するまでの間、現地の通信センターとして機能した。1963年に、キャバリアは、サイド予備役に編入されるが、1964年に、ジブラルタルへ栄光中に、リベリア船籍のタンカーバーガンと衝突事故を起こし、デボンポートで艦首の交換を含む修理を行った。 修理は1966年1月に完了し、キャバリアはジブラルタルへ戻った後改装を受けた。この頃、キャバリアには GWS-20 シーキャット艦隊空ミサイル発射機1機が搭載された。キャバリアは1972年まで現役に泊まり、イギリス本国で西方艦隊第4フリーゲート船体に配備されるまでの間、大部分を極東での活動に費やした。 1970年7月6日、キャバリアは類似の船体と機関を持つ15型フリーゲートラピットと64マイルの競争を行った。最終的に、ラピットのボイラーの安全弁が作動した後、キャバリアはラピットに30ヤードの差をつけて勝利した。この際の平均速度は31.8ノットであった。より近代的な他のイギリス海軍艦艇でも出すことが、 難しい高速を発揮したことから、キャバリアは、ファステストシップ・オブ・ザ・フリートや、ザ・ファステスト・オブ・ザ・グレイ・ハウンズのあだ名を得ることになった。キャバリアは1972年に、ロンドンで経流されているスループ・ウェリントンの隣で、退役した。1995年以来イーストカウズで、記念碑になっているキャバリアのスクリュー。悲鳴には、造船会社 J サミュエル・ホワイトと祖国のために命を、 捧げた水兵たちを検証してと記されている。チャタム交渉で除籍後、キャバリアはポーツマスで保管された。この貴重な缶の保存運動が、かつて、自らも駆逐艦ケリーを指揮した経験がある、ルイス・マウント・バッテン伯爵を中心に5年に渡って続いた。キャバリアは6万5000ポンドでキャバリア・トラストに購入され、1977年のトラファルガーデーに、 ポーツマスで引き渡された。トラストへの売却によって、イギリス政府とイギリス海軍のキャバリアに対する公的なつながりや、責務は断たれてしまった。特別な許可によって、本来イギリス海軍の現役艦にのみ関することが許される HMS の称号と軍艦機の形容が、同様に博物艦船となっている、軽巡洋艦ベルファストと同様に認められた。 サウスアンプトンに移動したキャバリアは1982年8月に博物館船、記念館としてオープンしたが、これは商業的に不成功であったため1983年10月にブライトンへ移され、新たに建設されたヨットハーバーの呼び物として経流された。1987年にキャバリアはタイン川へ移され、サウスタインサイド都市議会がかつて多くの駆逐艦を 建造したホーソンレスリー社の造船所後に計画したナショナルシップビルディングエキシビションセンターの中心展示物にしようとした。しかしこの計画はキャバリアの整備費に毎年3万ポンドもの費用が必要であること、それらは無駄な出費であるという市民の反対意見によって中止されてしまった。1996年議会はキャバリアを売却することを決めた。キャバリアは カンドックの中で錆びつき、そのまま新たな飼い主へ引き渡されるか解体されるのを待つ状況になっていた。キャバリアトラストが再結成され、議会における協議の後に、キャバリアは1998年にチャタムヒストリックドックヤードで博物館船として展示されることに決まった。1998年5月23日に到着したキャバリアは、 第2ドックで展示され現在に至る。2007年11月14日、キャバリアは公式に戦争史跡として位置づけられ、第二次世界大戦で戦没した142隻のイギリス海軍駆逐艦と1万千名もの駆逐艦乗り組員を追悼する存在となった。芸術家のケネス・ポッツンの作による北極海で沈んだ船の生存者を、 ウナバラから救い出す駆逐艦の姿と戦没したすべての駆逐艦の名前が刻まれたブロンズ製モニュメントの除幕式がエディンバラ港フィリップオーハイの手で執り行われた。2010年9月、キャバリアは軍艦機を掲げて一斉射撃を行った。これは1981年12月にカウンティ級駆逐艦ロンドンで行われて以来のことであった。これは トラストと3問ンンの4.5インチ手法すべてを稼働状態に修理したボランティア、ロールスロイスと海軍の技術者たちとの協力によって行われたものであった。2014年4月にキャバリアの浸水70周年を記念して Google マップビジネスビューでキャバリアの内部が公開された。このツアーには来館者が館内を観覧するため、 通信スポットをキャバリアの機関室に設けることも含まれている。キャバリアは現役機関で1個の戦闘名誉賞を受賞した。ありがとうございます。